奥平信正は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。上野尾端藩書大藩主。後に、美野加納藩書大藩主。署名は定政正。徳川家康の長女、亀姫を正室とし、家康に、娘婿として徴用された。亀姫との間に家政など四男一条を設けた。 三河国作主の有力国人、奥平貞義の長男。母は、牧野聖主の娘。奥平氏は、祖父、貞勝の代までは、今川氏に属していたが、桶狭間の戦い後に、三河における今川氏の影響力が後退すると、徳川家康の参加となり、遠江掛川城攻めに、加わった。しかし、元気年間には、武田信玄の三河への侵入を契機に、 武田氏に属した。一方、元気四年頃家康は、奥三河における武田氏の勢力を、牽制するため有力な武士団、奥平氏を味方に引き入れることを考え、奥平氏に使者を送ったが、奥平貞義の返答は、ご好意に感謝しますという程度のものだった。そこで家康は、織田信長に相談。信長は、家康の長女、亀姫を貞義の長男。 貞政に与えるべしとの意見を伝えてきた。家康は、信長の意見を入れ、貞義に亀姫と貞政の婚約領地数を近づう、貞義の娘を、本多重順にいる嫁させるを提示した。元気4年6月22日、貞義は家康に、武田信玄の死は確実なこと、貞義、貞政親子の徳川さんの意向を伝えた。その後、 亀姫との婚約を提案された貞政は、武田家に、人質として送っていた妻を夫と離縁しばらくして、徳川氏の家臣となった。貞義貞政親子の徳川貴さんを受け、武田勝頼は、貞政の妻を夫、貞政の弟千丸など、奥平氏の人質三人を、天正元年9月21日に処刑している。天正三年、 武田氏に備え新四路城を築城したという。奥大氏の離反に激怒した武田勝頼は、天正3年5月に1万5000を合する大軍を、率いて、長篠城へ押し寄せた。貞政は、長篠城に牢城し、家臣の鳥居ネーモ門に援軍を要請させて、堺中次率いる織田、徳川連合軍の文献隊が包囲を破って、救出に来るまで、 武田軍の攻勢をしのぎ切った。その結果、同月21日の長篠の戦いにおいて、織田、徳川連合軍は、武田軍を破り、勝利を収めることができた。この時の戦いぶりを信長から称賛され、信長の変気、心を与えられて、名を信政と改めた。信長の直進でもないのに変気を与えられた者は、信政の他に、 長宗壁信近や松平信康などがいるものの、これらはいずれも外交的儀礼の意味合いでの一時贈与であると考えられている。ただし、近年になって、武田信玄こと、春信の変記、真を与えられて信政と称したものの、後世の奥平氏がこの事情をはばかって、信長からの変記の話を創作したとする説も出されている。家康も、また、 明刀大繁や長考を授けて、信政を称賛した。家康はそれだけにとどまらず、信政の牢城を支えた、奥平の重臣十二名に対して一人数とに、ねぎらいの言葉をかけた上に、彼らの地行地に関する、約束時など死死孫孫に至るまで、その待遇を保障するという得意なお墨付きまで与えた。戦後、父、定吉から正式に家督を譲られた。 天正十年の天正神後の乱では、堺中治と共に、武田家医療へ進行。天正十三年、徳川氏の宿老、石川和政が、豊臣秀吉のもとへ出奔し、和政によって、秀吉に、自家の軍事機密が流出したことに対抗するため、家康は、急遽、三河以来の軍政を、武田信玄の軍政に改めた。 かつて、武田家に侵入していた信政は、この軍政改革に貢献したという。天正18年7月、関東へ、国替えとなった家康と共に、関東に移転した。同年8月23日、上野国神羅軍宮崎三万国に入法する。慶長5年、関ヶ原の戦いでは本戦に参加。戦後は、京都の治安維持のため、京都諸次第を翌年まで務める。 この時、京都潜伏中の暗黒寺恵を捕獲した。恵恵が所持していたという担当、包丁正宗は、信正が家康に剣じたものだが、改めて信正に下されている。一方で、渦正に潜伏していた、浮田秀家には逃げられている。慶長6年3月には、関ヶ原の戦いに関する一連の功として、上野尾端三万国から、美濃国家のを十万国へ、 家造転法される。慶長7年、加納で隠居し、三男、奥平忠正に、藩主の座を譲った。慶長19年には、忠正と下屋国宇都宮十万国の長男、家正に先立たれるが恒例を案じられてか、息子たちに代わる大阪の陣への参陣を免除された。そこで、唯一参戦した末尾、 松平忠明の下へ、身の可能の戦力だけは破片している。翌年3月に死去した。信政の流しの老城をしのんで、大分県中津市の奥平神社では、毎年5月に、霊大祭、谷市祭りが開催されている。城郭と、城下町東海から、小学館発行から185ページ、黒田元木、武田市の駿河支配と、朝日奈信沖。 戦国紀東国の大名と、国衆、柴博之、三河国衆奥平氏の同行と、対応、戦国、植法紀大名徳川氏の両国支配など、奥平信政。新首氏。2020年3月30日閲覧。ありがとうございます。